Hello, I'm Theo. I'm from Australia. Hello, I'm Paulina and I'm from Poland. We live in Tochigi Prefecture. Theo, what's great about Tochigi? Well, there is a lot of nature and it's easy to live here. The rice is delicious. Yes, that's true. Tochigi rice is very good. I didn't eat rice that often until I came to Japan. But onigiri is really great. It's kind of a fast food in Japan, right? Yes, and can you make onigiri? I've tried making it before, but I'm not that good. In Japan and Asia, everybody has a rice cooker, so it's easy to make. But what do you do if you're not from Asia? That's true. But today we are in luck. We will have a professional chef to teach us how to cook rice and make onigiri. That sounds great. This is Mr. Yasuno, head chef and owner of Japanese traditional restaurant Sergio Yasuno. よろしくお願いします。今日は栃木の美味しいお米を使って、その分量とか研ぎ方とか炊き方とかを一緒にやって、で最後におにぎりを作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日使う、お米は栃木の星というお米なんですね。これ特徴として粒が大きくて、それで、炊き上がった後も粒が立っていて、で冷めても非常に美味しく食べられるお米なんですね。で今日これもおにぎりにはぴったりの品種ですので、まあ、楽しく美味しく作っていきましょう。よろしくお願いします。じゃあまずこれお米をカップに測って、それでボウルメイキに移しますね。そうしましたらこれを水で洗っていくんですけど、まず水をこうある程度入れて、でまあ、お米を日本ではこう研ぐという、昔はこういうふうに研いだんですけど、今はもう精米の技術が上がっているので、こういう、まあ、手をホイッパーみたいにして洗う感じでもう十分だと思います。それでお米っていうのはこの1回目の、水を入れた時にこれが一番そのお米の白水というかこのあれが一番出てくるので、1回目の研ぎはすぐに捨ててください。で2回目、ちょっとある程度水を多めに入れて、それでこれも同じように同じ要領でこう洗う感じで研いでいきますね。でこのあとちょっと水を差しながら洗います。そうするとこれ見て分かるように1回目よりも濁りがないと思うんですね。でこれをまた捨てて、それで同じ作業を繰り返すんですけど、これ大体もう3回ぐらいでもう十分にお米はもう研げると思うので、これ見ていただくと分かるんですけども、大体これそんなには濁りが出てないので、であまりとこれ研いでしまうとお米のうまみがなくなってしまうので、もうこのぐらいで十分だと思うんですね。でこの後にこうざるに米を移して、で一度この状態で水を切っておくんですね。そしてある程度切れたところで、今度はこの浸水といって、もう一度ボール面器に戻して、で水をこう張ってですね、でこれで30分ぐらい置いておきます。そうすると お米が水を吸って、炊き上がりが美味しく炊けるようになりますので、でその後にまたこれ同じようにザルに切って、水気を一度こう切りますね。水を測ってですね、はい、炊飯していきます。でその水を測るときに一応ですね、測りで分量を測って、で水の量を決めた方が美味しく炊き上がると思いますので、先ほど測ったのがだいたい 300g だ、まあだいたい 320-30cc ですから、最終的に620-30ということですね。じゃあ水が入って、それで、日本ですとですね、
炊飯器っていうのがあってそれで炊くのがもうお米一般的なんですけど、お二人のお国では炊飯器っていうのもおそらくないと思いますので、馴染みのある今日はクルーゼを使って炊飯をしていきたいと思います。でこれにですね、先ほどの測ったお米と水を入れて、それで全体的に慣らして、それで蓋をして、あとはこう炊飯レンジの上に乗せて、それで火をつけますね。How much heat should we use, Mr. Yasuno? Is it okay to keep same temperature until the end? だいたいこれ最初強火にして、それでだいたいこのお米が今日はこれ 400g ぐらいなので、沸騰するまでにだいたい6分ぐらいかかると思うんですね。で、沸騰してきたら火を弱火です。最初は強火で、沸騰してきたら弱火ということですね。だいたいそのぐらいの時間になってくると、この周りからバーッとこう吹き上がってきますから、それを目安にして火を弱めるようにしてください。で、火を弱めてから、まあだいたいお米の量にもよるんですけど、だいたいこの今の 400g ぐらいでしたらば、だいたい火を弱めてから14分ぐらいですね。Mr. Yasuno, I noticed you haven't added any salt. Should we add salt to the rice?日本ではもう塩入れないですね。そのまま水だけで炊いていきます。はい。じゃあこれ炊き上がってどうでしょう。これ美味しそうですよね。はい。艶があって。Looks very delicious. ね、おお、素晴らしい。The rich aroma. ね、It looks so glossy. いい匂いでしょこれ。じゃあおにぎりを握っていきましょうね。でですね、まず日本人だとまあこれも普段からやってるので、直接こう塩を手につけて、それでご飯を手の上に乗せてこう握っていくっていうのがあるんですけど。まあ、普段そういう習慣がないお国柄ですので、じゃあ今日はラップを使ってでおにぎりを作っていきましょうね。でまずね、ラップを適量な、まあ、大きさにこう取って、でそこに塩をほんの少々振りますね。でその上にこのご飯を乗せて、まあ、これもだいたい適量な量でいいと、適量でいいと思うんですけど、で真ん中をちょっとくぼみをつけて、でこの具を入れますね。これね、サーモンです。もう皆さんの国でも馴染み の魚だと思うんですけど、でこれを具を入れたらば、ラップを包んで吸いますね。これこの状態で、でそれから三角に この状態で三角ね。で形が整ったらば、これでラップを取って、でそこにこの海苔ですね。海苔、これパリパリしてて美味しいですから、でこの海苔の上にご飯おにぎりを置いて、それで海苔を包んで、で最後に少しまた塩をパラパラっとこう振って、でこれで出来上がり。ナイス。さあこれ2人やってもらいましょう。I want to eat it. 頑張りましょう。塩をまずパラパラっと、
we use おちょっとおい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 、so、そう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  I use too much、うん、あいい感じですね。はい、いいじゃないでしょうかね。そしたら、うん、真ん中をちょっとくぼみをつけて、はい、でくぼみの中にそのサーモンを入れて一回くるんじゃった方がいいと思う、全体的にね、うん、はい、こうくぼんだところでこう三角になるように、この海苔を、これ海苔もね裏表があってツヤツヤしてる方が表、ああ two sides、 そうそうそう、じゃこれ表を下にして、シャイニーパッタ、でこの真ん中に、はい、インテミント、はい、I made it、素晴らしい素晴らしい、で最後に塩をパラパラ、 and a bit of salt、 OK、 素晴らしい、じゃあよく できたと思いますね。じゃあちょっと食べてみましょうか。Let's eat.、ね、Let's eat it. Delicious. The rice texture is very nice, chewy. Okay, I'll try it. Even when the rice is cold, it's still very delicious.、Mm. Very good. Thank you. はい、よかったわ。Thank you. 栃木のお米ね、これ本当に美味しいですからね。栃木のこれ干しですけど、これ美味しいよね、うん、でこれはもうおにぎりにこれぴったりね。まああの日本人はもう日本国中お米どこでも作ってるんですけど、これ栃木の干しはこれやっぱこうおにぎりには本当最適なお米だと思いますね。どうでした？It was extremely delicious and I didn't expect such a big impact from simple onigiri. Ah, yokatta. Ah, it was very good. I want to eat more. ね、よかったよかった。でもこれ、うん、あの、お国でも広めてってください。ね、okay. お願いします。Thank you very much for today. いいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。